アントン・パール社の新しいウルトラピックシリーズは、数十年にわたる知識と革新的な技術を融合し、最先端のグラフィカルユーザーインターフェースを採用することで、非常にシンプルかつ精密な次世代のガスピクノメーターを実現しました。ピクノメーターの正確な測定結果は、試料室の容積と参照室の容積の比に依存します。ウルトラピックは複数の参照室を内蔵したトゥルーピック技術を採用しているため、体積がわずか1立方センチメートルのサンプルでも、100立方センチメートルを超えるサンプルでも、最高レベルの測定精度を得ることができます。革新的なデザインのトゥルーロック蓋により、試料室が毎回同じ締め具合で蓋を閉められることで、再現性のあるサンプルチャンバーの容積が保証されます。こうして最適な測定精度が実現します。設定から測定、結果の確認まで、全ての作業は直感的なタッチスクリーンインターフェースを介して行われます。ウルトラピック5000は、試料室から参照室へ、またその逆方向でもガスを直接流すことができる独自の機能を備えています。最初に試料室にガスを流すことで、サンプルにかかる圧力を制御することができます。逆方向を選択し、パウダープロテクトモードで作動させることで、微粉末を扱う際の装置の汚染を実質的に排除することができます。高精度のガスピクノメーター測定値のもう一つの特徴は、プロセス全体を通して安定した温度であることです。ウルトラピック5000はペルチェ制御を搭載しているため、プラスマイナス 0.05 度の安定性で、温度を15度から50度に維持することができます。これにより外付けのチラーが不要になり、コスト削減と小スペース化が可能となります。天気ミスをなくすために、全てのウルトラピックは RS232 を介して外部の天秤に接続して、直接データを転送することができます。各ウルトラピックに付属しているステンレス構成の球体の体積は、米国国立標準技術研究所 NIST のトレーサブルな球体で構成された装置を使用して測定しています。 NIST で測定された球体はアントン・パール社から直接追加購入できます。測定、構成、検証試験のたびに読みやすく詳細なレポートが表示されます。これらのレポートは自動的に保存され、タップしてプリンターに送信したり、 USB フラッシュドライブに転送したりすることができます。ウルトラピックシリーズはアントン・パール社の粒子特性評価ポートフォリオに不可欠な製品です。この装置をラボに設置すれば、新密度測定を非常に簡単かつ精密に行うことができます。